どうもどうもこんにちはこんにちは、オリストでーす、はい、セミさあ、ということで始まりました、はい、オリスト YouTube。 今日はですね、YouTube 企画会議ということで、はい、可愛らしい目でこっちを見てくる上目遣い、気持ち悪いということで、はい、企画会議をしたいなと、はい、ね、僕たちオリスト10年ぐらい活動してますが、はい、全然ね、活動ができてないと、はい、5人で活動したいのになぜかこの人はギター弾かないとかねそういった場面もあるわけですよ。弾かない。なので、もうオリスト5人がみんなで活躍できるように、はい、YouTube で、もしくは LINE ライブで、うん、ね、どんな活動してますよとか、はい、週に1回ぐらい、はい、まあ土日ぐらいね、ちょっと活動していきたいなと思いますので、よいしょ。一応オリスト担当が決まってまして、はい、まあ、広報担当というか、広報、はい、まあ、まあ一応ですね、うん、広報なので、会計担当 で、うん、はい、でここがまあ曲のアレンジというか編曲的なところやって、たける君が営業担当になるので営業って何をするの、はい、いや、売り込んでますよね、認知度上げるために、ね、熊本でオリストって言ったら誰も知らない人いないんで、うん、YouTube でどんなことをやっていくか、ちょっと今後活動をちょっとしていきたいので、あ、提案していくみたいな感じ。そうそう、みんなで話し合って、はいはい、どんな YouTube チャンネルだとか LINE ライブチャンネルっていうのができるのか話し合ってみましょうって言って、誰もやったことがないようなのがいいですよね。そうね、まあ、あくまで僕たちバンドなので音楽のことも取り入れたいし、でも個人個人のことも知ってほしいなと、はい、どういう人間なんだ、どういう人間が音楽を作ってるんだと、はい、そういったところも見せていきたいなというふうに思っております、うん、ね、趣味とかもバラバラであったりするよ。そうですよね、まあ、例えば釣りとか料理とか、こうね、はい、あるやん、うん、ね、うん、こいつやったら僕は法廷巡りしたことあるこの間の裁判は結構厳しかった暗くなるこの二人が釣りとか、そうね、みんな釣りとか俺あれしたよ、キャンプした、キャンプ、あ、オリストでキャンプして料理をして、ああ、いいね、焚き火してキャンプファイヤーしてキャンプファイヤーして、キャンプファイヤーでオリストフェスしよう、いいね、5人しかいないもん、5人でオリストフェスやってみた小鳥ぐらいしか聞いてくれるとは、いいじゃないの、でも小鳥よりいい音出さんさえずり、さえずり超えることを目標にね、頑張っていこう。実際にこの間行ってきましたので、その様子をいや、ない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 難しいよ、それこの後映像どんな YouTube 活動していくのが一番こう盛り上がるか、そう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 、じゃあみんな挙手制でいきますか、はい、はい、じゃあ、どうぞ音楽に絡めた方がいいですよね。いや、そうね、はい、そうね、じゃあ、はい、はい、どうぞ、滝蓮太郎に会ってみた生きてた音楽室、滝蓮太郎、はい、室に行くやばくない壁越しにあの難しいよ。そうですね、担当楽器入れ替えてみた。あ、いいね、あ、あ、今までずっと固定じゃないですか。あ、そうね、ベース、ドラム、マネージャーだからギター弾いてみるとか、あ、なるほど、そうそうそう、たまにはね、たまにはね、で、ボーカルがドラム立ててみてみるとか、あ、ちょっとやめてやめてやめて、なんで入れ替えてみたんでしょ、立ってみたじゃない、100点出すまで変えられないでしょ。いやいやいや、一生変えねえよ、みんな一生変えねえよ延長料金払い続けてみたでしょ。でも本当にリアルに、なんか釣りとか面白いもん、そうね、釣りね、ほら、よく女の子釣ってるからあれ一本釣りね大量大量、じゃあその時の映像を、まあ、いや、違う違う野球とかバッティングセンターでホームランを打つまで、はい、ホームラン競争してみた、うん、面白いですよね。で、ここ2人元中学校のバスケ部だから、うん、フリースロー10本連続でみたいなの面白いかもしれない、入れてみたね、入れてみた、全然バント関係ないけど10本目で僕ゴール前でこうやってなぜかバレー部が阻止してみたテニス対決やってみた、あー、いいね、あー、面白いかも、え、すごい面白いもんね、あ、全然関係ないところでもいいって話、オリストでゲーム対決してみたい、あー、あー、面白いかもね、そう、手押し相撲してみたい、あー、いいね、いいね、実際なんやろうね、でも
でも楽器入れ替えてみたらちょっと面白いな、うん、そういうの近いのある。おお前に、うん、直ったらオカリナをもらった。知ってるよ、みんなもらってるから。あれそうなの。俺だけただけまあいくつかこう出たのでその中からやってみましょうということで頑張っていきましょう、はい、ということで以上オリスト YouTube でした。どうもありがとう。またね。